こんにちは、シーバードでーす。今回はですね、ズーム G1 オンのレビューになります。今回も千葉県船橋市の千葉管楽器さんからお借りいたしました。このズームの G1 オンなんですけれども、まあ結構前にリリースされてたっぽいですね。まあ若干気にはなってたんですけれども、MS50G とか、まあ G14、まあ新しい機種が出ていたので、まあ昔に戻ることもないなと思いながらですね、使う機会がなかったんですが、今回ですね、お借りしてきました。ズームの公式のホームページを見てたらすごく気になっちゃって、これ中身がですね、僕全然知らなかったんですけれども、ほぼほぼ MS50G と一緒なんですよね。ちょっとびっくりしちゃいました。エフェクトも非常に豊富で、例えばですね、ブースター系というかオーバードライブ系だと OD1 チューブスクリーマー、もう結構ね、普通に MS50G と変わらないですよね。むしろ MS50G よりもインストールできるエフェクト数は多いんじゃないかなっていうぐらいな感じです。で、今現在ですね、かなり格安で中古とかでも販売されているので、これで MS50G と音が変わらなかったりとか、あと操作性とかが非常に良ければ、全然これいいんじゃないかなと思っちゃってるんですよ。で、実際に使用してみたんですけれども、全然 MS50G に引けを取らないような音質でした。後ほど音は聞いていただくんですけれども、使い方もですね、MS50G よりはちょっと難しいんですが、慣れればですね、サクサク使えるようになります。例えば、ホームを押して、まあ、プリセットは、これで、このペダルで変えれるんですけれども、まあ、今 F、G になって、H と。まあ、結構ね、いっぱい入ってますよ。はい。I まで入ってるのかな。J。ここまで入ってますね。で、この ABC を変えるのはここの方が楽です。ここで、コンコンコンと変えていく感じです。なので、もうこの時点でサクッと音は鳴らせると。そして、中身を見ていくのは、エンターを押すと。で、もう一回エンターを押すと。すると、どんなエフェクトが入っているのかっていうのが、ここで一目でわかります。そしてエフェクトを変えるときは上下のキーですね。はい。それで中を見ていく場合はまたエンターを押してここで設定を変えます。この辺がですね、MS50G だとつまみが3つあってサクサクサクっといけるんですが、これはですね、ポチッもできないのでエンターを押して原因を変える。で、変え終わったらまたエンターを押してずらしてトーンを変えるという風な感じで、ちょっとひと手間かかる。でもまあこれぐらいだったらね、全然いいかなという風に思います。そして戻るときは上を押すと。で、エフェクトを追加するときはここですね、ここのプラスアドエフェクト、これですね、ここを押してで選んでいくという風な感じになります。簡単ですね。で、エフェクトを削る、切るときはここですね。エンターを押して、どれを削るかと。どれもなくすかというふうなのができます。順番を変えるのも非常に簡単です。右、右、右と押していって、ここですね、エフェクトチェインで選んで、例えば暗いを一番後ろに持っていくというふうなことができます。で、ホームですね、まあ、MS50G の方が使いやすいっちゃ使いやすいんですけれども、全然難しいというふうなレベルではないと思います。そしてですね、驚くべきはですね、このリズムルーパー、リズムとか入ってるんですよ。リズムとルーパーの切り替えですね。なので G14 に匹敵するような感じのエフェクターです。
まあ、今ね、ほんと中古で非常に安いので、家で一人で遊ぶ分には全然これいいと思います。ではさーっとエフェクターをですね、見ていこうかなと思います。まず歪み見てみましょうかね。一通り見ていきましょうかね。オーバードライブ、チューブスクリーマー、ガバナー。この辺はですね、G1X4、G1-4 よりもちょっと豊富な感じですね。オリジナルですね。ズームオリジナル。うん。では、こう、シミマ入っていて。で、アンプのモデリング。これも G1-4 よりも多いですね。すごいですね。スライサー。これね、めちゃめちゃ使えます。面白いですね。フェイザー。このデュオフェイザーも G1-4 には入っていないので、リチューンですね、この辺も入ってないですもんね。うん、やっぱり豊富な感じがしますね。ベンド、リングモジュレーション、飛び道具系も入ってます。オルガンでディレイで、リバーブというところで、G1-4 と MS50G のちょうど相中ぐらいの機種だというふうにご理解いただいていいんじゃないかなというふうに思います。こんだけ入ってれば本当十分ですよね。はい、戻ってまいりました。では音を鳴らしていきたいと思うんですが、ライン録音してみましょうかね。やはりちょっと古い機種というのはライン録音の音に難があったりするんですけれども、その辺をですね、お聞きいただきたいなと思います。
はい、といった感じで操作も非常に簡単で、音も全然いい感じだと。でしかもエフェクトも非常に豊富です。もしね、お安いエフェクターを中古でお探しの方とかはですね、全然これいいと思います。まだまだですね、向こう何年も使えるようなエフェクトなんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ぜひぜひデジマートなどチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。シリバードでした。